ソートマイオールは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカデビー語に属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は7223人。住民故障は、男女同系のソートマイオ連セ。カスティーリア語表記はソトメイヤ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.45%。ソートマイオールは、ポンテベドラ県の西部。 リアデビーゴの採用部に位置し、コマルカデビーゴに属する。北は、ポンテベドラとポンテカルデーラスと、東は、ホルネーロスでモンテスと、南は、レドンデーラとパソスでボルベンの各自治体と隣接、西は、リアデビーゴに面している。ソートマイオールは、レドンデーラ四方管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。出展、稲1900年から1991年。 1996年、住民は2つの教区の17の地区に居住する。ソートマイオールは B5 に近接し、第一次産業に従事している住民は、全人口のわずか10%に過ぎず、それも減少傾向にあるのであるが、今もって農村、漁村型社会の色彩が色濃い。この地の代表的産品はハマグリ、アサリ、カキなどの貝類である。 第二次産業に従事する人口はおよそ35%で多くが b ゴ、またはポンテベドラに日々通っておりこれもまた減少傾向にある残りの全就業人口のおよそ半分の人々が小売業飲食業運輸交通等の第三次産業に従事している現在の自治体市長はガリシア国民党のアグスティン・レゲーラを官保自治体評議員は ガリシア国民党、9、ガリシア民族主義ブロック、3、ガリシア社会党、1となっている。ソートマイオールは2つの教区に分けられる。ありがとうございます。